レース終わったら一緒に飲もうぜ。ペプシ、怒ってやるよ。俺が強えよ、お前。はい、どうも皆さんこんにちは。チャンネル登録者500人達成記念動画、仮面ロングライダースブライアン荒北の愛車紹介、始まります。仮面ロングライダースブライアン荒北の愛機はビアンキロードバイクビアニノーネ7プロ2016年モデル、アルミフレーム、カーボンフロントフォーク、重量10キロ、サイズ44、現存する最古の自転車メーカービアンキのエントリーモデルです。購入のきっかけは2016年の正月に見た弱虫ペダルで、荒北康友のかっこいい走りに憧れ、この自転車を購入しました。カスタムパーツはホイール、タイヤ、ペダル、リアスプロケット、アルテグラスプロケット6700-11-28T。 ブライアン荒北号はロングライド、ポタリング仕様のため、ペダルはあえて SPD をチョイス。ホイールはフルクラムレーシングゼロナイト、アルミ製で超軽量、剛性の高いこちらのホイールはオールラウンド型、特にヒルクライムやロングライドに向いたホイールになります。 USB ハブの転がり性能は世界トップクラス。艶消しブラックのデザインはチェレステで統一されたビアンキロードバイクのアクセントにぴったり。フロントタイヤはビットリア、フォービアンキ、ザフィーロプロスリック。リアタイヤはビアンキレパルトコルサ 120TPI。 前後ともにスリックタイヤになります。その他仮面ロングライダースのオプションパーツをご紹介します。
C3 フロントバッグ、 1.3 キロのお弁当箱も収納可能。ロングライド時にはおにぎり4つと小さなカップ麺が収納可能です。見た目以上に大容量なこちらのフロントバッグ、おすすめです。ビアンキリアフェンダー。突然の雨、シートレールにこちらのフェンダーをはめ込むことでタイヤが巻き上げる雨水からお尻をガードします。アップスタンド、撮影用の簡易スタンドになります。ボトルゲージ下に専用のステーを装着することでデザイン性にも収納性にも優れたスタンドになります。サイクルコンピューターはキャットアイストラーダシリーズ。スピード、ケイデンス、走行距離、心拍数、各種計測可能な軽量コンパクトモデル。夜間ナイトライドの安全を守るために必要なアイテム、ライト類はフロントライトにキャットアイボルト300とビアンキ USB 充電型ライト、ビアンキサドルバック下にはキャットアイ製リアライト、各種点灯モード付き。ロングライド必須アイテム、ビアンキ携帯用ポンプ、こちらは CO2 ボンベを装着することも可能です。ステッカーチューン、フロントフォーク内側には BNR34 初代アイキの型番が刻まれています。ダウンチューブにはブライアン・アラキタが敬愛するハリウッド大スターポール・ウォーカー氏へ捧ぐ追悼の思い。トレーニングホイール、シマノ製 R500、 通称鉄ゲタと呼ばれるこちらのホイールでブライアン・アラキタはトレーニングをしています。仮面ロングライダーズ、ブライアン・アラキタの愛車スペック紹介。2017年11月30日本日で私が敬愛するポール・ウォーカーさんが亡くなってちょうど4年になります。チャンネル登録者500人達成記念、愛機紹介動画をポール・ウォーカーさんに捧げたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。皆様に良きサイクリングライフが訪れますように。